読谷村役場より臨時福祉給付金経済対策分申請手続きに関するお知らせです。この給付金は平成26年4月に実施した消費税値上げに伴う所得の少ない方への影響を緩和するもので、1人当たり1万5000円が支給されます。福祉課では対象の可能性がある方に対して申請書を郵送し受付を行っております。臨時福祉給付金の申請期限は平成29年7月10日までとなっております。申請期限を過ぎてしまうと手続きすることができませんので、期限内に手続きをお願いします。申請手続きがまだの皆さん、お早めに福祉課窓口もしくは郵送にて手続きを行っていただきますようお知らせします。申請期限は平成29年7月10日です。7月10日です。お急ぎください。なお、臨時福祉給付金に関するお問い合わせは福祉課臨時福祉給付金専用ダイヤル電話番号958-6660へお願いします。以上、臨時福祉給付金経済対策分申請手続きのお知らせでした。はい、最後数用中がらびら、ただいま読谷村では臨時福祉給付金の手続きをやっているところでございます。これは非課税世帯の皆さんお一人1万5000円の給付をする手続きでございますけど、対象者6200名余りの方の中でまだ2000名近くの人が給付を受けておりません。ぜひ読谷村役場でその手続きをよろしくお願いいたします。